こんにちは、ランと申します。中国桂林あたりの出身で、今鹿児島大学教育学部で勉強しております。学部の頃、マカオで半年くらい中国語を教えた経験があります。これを通じて日本文化の理解を深めてきました。今回せっかくの留学なので、もっと日本の方と接する機会が欲しいです。得意の母国語を教えながら総合学習ができると願ってます。大家好，我叫蓝志宁，是中国广西省人，现在在洛岛大学教育学部攻读修士课程。在澳门大学读书期间，我也曾有过半年教授中文的经历，感觉在那半年之中，不光是日本语能力的提高，而且对日本文化的理解也加深到了另外一个层次。所以在这次留学期间，我更想增加与日本朋友交流的机会，希望通过教授中文这么一个平台，能达到相互学习的目的。谢谢大家。